こんにちは今日プログラムの2つ目でございます死の世界へのご招待です今日ゲストで小森京子先生が、えー、死の世界に皆様を誘うべく今日出席していただきました、えー、小森先生のことに関しましてはこれから簡単ですけれどもまあ、経歴のご紹介っていう形でご紹介させていただこうと思っております それではこの経歴のご紹介の後で二編ほどあの詩を詩の朗読をご披露していただけることになっております。それでその後あの先生はあの豊島区の増島野の方にお生まれになってますんでそこそこでご幼少の頃生活されておりまして非常に増島野 地区というのは先生の生い立ちの中でもなんか原点みたいに私感じましたもんですから、えー、その辺の象者への思いで、えー、そんなお話をちょっと聞かせていただければ嬉しいなと思っております。で最後にあのやはり詩の朗読を思ってこの詩の世界を終わりにしたいと思ってるんですが。 最後に読んでいただくのはロバラという題だそうです。まあ、一応こんなような内容でもって約20分ぐらいの時間を過ごしたいと思います。それでは小森先生の経歴について、まあ、簡単ですけどもご紹介していきたいと思います。先生は1930年豊島区日の出町というんですがもうこれはあの えー、重慶表示でもって今東池袋っていう形に変わりましたけれどもあの豊島区日の出町にに生ままれになりました、えー、何を隠そう私もあの実は豊島区池袋の生まれで育ちましたもんですからあの日の出町という古い地名がこういうふうに出てくるっていうのはとても懐かしく感じまして。あの 先生も日の出町っていう町名を聞くと懐かしいんじゃないかと思うんですけれどもまあ今東池袋になってる南池袋なんですかあそうですか失礼しましたどうも何かあの味気のない地名に変わっちゃったんですけれどもえ日の出町に1930年お生まれになりましたあの現在82歳のご高齢でいらっしゃいますけれども非常にお元気なえご様子でえー この健康の秘訣は何でいらっしゃるんですか朗読をするということはとても健康にいいですねああ、なるほど福祉 <laughs> 呼吸をするのでそうですか <laughs> じゃあ我々も少し本を読むなり <laughs> 声を出して読むというのもいいのがいいですねいいですねそうですか <laughs>、えー、そこでご幼少の頃、えー、過ごされまして、えー、1946年 神戸上学院に入学されまして、えー、1949年、う卒業されまして、大日本宝石にご、えー、就職されたそうです。あのこの年に悲しむべきあのお父様を亡くされた年でありまして、今、え、日、ーまあ、中いかばかりかと思うんですが、えー、いかがでしたか、お父様を亡くされた。 ああもうなんか父の葬式をするために私は日房から前借をして葬式を出しました、はい、そうですか給料の前借りをしに行きました <laughs> あそうですか <laughs> ああでもあのいろんな意味で大変な思いをされたっていう。 まあ戦後は皆さん大変だったんですから私だけではございません私も東京で焼け出されたのであの大阪で暮らしたというそういうことですからあ<ー>まあ皆さんあの時代はそうでしたからねあの疎開先を大阪っていえ滋賀県に疎開しておりまして動員されてそしてそのあの兄がおりましたので大阪へ参りました、はい、そうですかえー、それでごめんなさい <laughs> えー、1951年になるんですけれども、えー、日本交換にお住めだった、えー、吉尾様とご離婚されまして、えー、千葉県柏市にお住まいになった、はい、<か>最初の,しょあの所帯を持ったのが柏で常磐線の方の柏の駅です、はい、です駅前、駅の近くです。お <laughs> えー、いやこの柏市のお住まいになられてたっての聞きまして<笑><笑>、えー、ちょっと少なからぬちょっと興奮を覚えたああのあの感じま感じましたですけどそれであの柏市はじゃあ駅のすぐそばにお住まいだったわけですね。そうですね。大体何年ぐらいお住まいだったんですかあ、まあ、1年半ぐらいですか。あの息子を身,身をもってから あのもっと会社に近いところへ来さないと <laughs>、とてもじゃないけど、ねうん、通勤できないので。それであの分区の大塚にいえあの、しばらく成城の,の方におりました正常の方にいたしたわけですか、はい、これでも大変失礼しまし九 <laughs>、えー、1953年にご長男を、1958年に長女。 マドカさんをご出産されて、<laughs> えー、この時なんか文教局大塚に転居されたそうですね、はいはい。それであの1961年なんですが、あの先にご主人ご主人様がのプラの方へご主張かなんかで。はい。<さ>世界ローレンの日本代表として勤務しましたので、でえー、5年総丸。 足掛け5年ほどプラハであ<ー>過ごしましたそれであのお二人のお子様を連れて、はい、プラハへあの、まあ、一家で、えー、行かれたということですよね、はい、あの非常にこのプラハでの生活が、えー、これからの、えー、生き方とか考え方に非常に大きな影響を持たれたんじゃないかなこれは僕自身の推測なんですけども。 第2のふるさとのようですね、<laughs> 子どもたちにとってはなおさらそうでしたああ、そうですか。あ当然、えー、詩人でいらっしゃいますので、あのー、詩の制作、えー、活動もやられておりまして、えー、最初の処女詩集、夜明けに向かってっていう詩集をお出しになったのが、1966年でした。<laughs> そしてあの1971年に、えー「青い空は」というちょっと原爆を題材にしたら、はい、原水爆禁止世界大会の中で公募された詩でございます。そううですすね、はいはい、ありがとうございますあの非常にこの歌は今でも、えー、幅広く歌われてお聞きしておりますものですからあのなんか歌声喫茶の歌詞の中にも入っているてそうですね。 あの歌集にも必ず載っておりますああそうですかあの、申し訳ないんですけど、私、ちょっと、えー、存じ上げなわけで申し訳ないんですけれども、あの僕自身、あの歌の大きさが一時、大変にしましたんですよね。<laughs> あのそのときにあの、大概、こういう関係の歌っていうのは、よく歌われたんですけれども。 ちょっと歌った記憶はなくて、誠に申し訳ないんですけど、ちょっとあの、どんな歌かちょっと想像できないんで、申し訳ないと思っております <laughs> それともう一つ、大きな出来事として、えー、ご長女のまどさんが、黒でもって、か落ら死されたっていう、ちょっと悲しむべき話で、はいはい、これから読みます詩の中で、娘の追悼の詩も読ませていただきます。ああ どんどん解きやすいいく中で、やはりいろんなことがございまして、えー、ご,主人ご主人様はパーキン,パーキンソン病という病気ですか、これ、非常に難病にも指定されている、やっ、ねえー、厄介な病気にかかられて、はい、長い介護でございました。ま、そうですか、えー、2年、3年ぐらい、看病されてるんですか。 それで2008年に、えー、本当に悲しいことなんですが、ご主人を亡くされました。それで2010年、やはりあの各種の、えー、朗読のボランティア、えー、これは蔵書屋にございます旧宣教師館という建物がありまして、そこで、えー、今でも、毎、うん、月第2土曜日でしたね。 第一土曜日にやっております第一土曜日に労働会を開かれておりまして <laughs> あの今までにやられた会社の中2000回を超えるっていうぐらい非常いや100 100 これ2000回というのは全体の中で2000回というのはいろんなあの新聞の,、はいはい、の朗読とかいろいろやってましてそちらの方が2000回申し訳ないです、ちょっと資料あの取り違えちゃいまして失礼しました、まあ、そこであの今、読み朗読のボランティア活動をされていらっしゃる。 それではあのまあこんなところは大体あの先生のえ簡単な経歴なんですけれどもまああの経歴の方もちょっとご紹介を終わりましたのでここで前にお話しした通おりここで首脳朗読に入っていただいて2編ほどご紹介いただけるはいじゃあ一つよろしくお願いいたしますあの最初にかりん作というのを読みますが。 花輪の木というのをご存知でしょうかあの硬い実がなりますけれども花はとっても可愛らしいピンクの花です私はこの花輪の木が大好きでいつも小石川植物園の花輪の林で作った作品を読みます。作枝ににばめた桜貝命つややかな丸い葉陰に ひっそりと身を潜め「花り花咲く」「かり咲く」「どんな思いでひたすら待ったことか一目その花が見たい」と「花りの木それはもはや私自身であった」「あの初夏の朝傷ついた心を抱えこの林を訪れた時」 濡れて黒い樹皮を破って脱皮する花輪の幹にもたれて鼓動を一つにした時からあの秋の午後闇み疲れた体をこの林の静けさに支え黙って降りかかる丸い落ち葉の優しさを指先にもて遊びながら透明な琥珀の日差しに深いため息を共にした時も 霊気に試されながら、重い身を振り落とし、小に一葉も残さぬす厳しさで、真っ黒く鋼鉄のように立ち尽くす姿を、自らの背筋に秘めて、うなじを上げ、歩き続けた冬の日を重ね、いつも心の底にひたすら、涙ぐむほどに優しい薄くれないの、 花弁に巡り合う日を求め「いつかいつかきっと」と求め続けて今日花輪花咲くそ <laughs> れからもう一つあのさっきご紹介いただいた娘を黒部で亡くしまして。 そのの後にンンの歌を書きました「愛する者の,のために」という総タイトルで何篇か書きましたうん娘の墓を作った時私は小森家とは書かないで「愛する者の,のために」という墓姫を書きましたその墓に私もいずれ入るでしょう「愛する者の,のために」より山へ 黒部の谷にお前が消えてから、見るのも嫌だった山靴をつけて今、北八ヶ岳西天狗の尾根を目指す。昨夜までの雨に人と濡れた下草を分け、降りあおぐ空は嘘のような青さだ。きっとアルプスの上に漂う真子よ、お前がくれた青さなのだね。 知事に砕けた冷たいお前を抱いたとき、私の心も粉々になってしまった。やっと芽吹いたばかりの吹きの塔を入れたお前の棺が炎に覆われたとき、私の命も燃え尽きてしまった。だが、父さんと肩を寄せ合って、安曇野の空に登る影楼のような、 激しい上昇気流となったお前を見たとき、私は信じてしまった。お前はここにいると。情念だけがまだ雪を光らせてそびえ、風はアルプスへ向かって吹いていた。砕けた心をつなぎ合わすには、燃え尽きた命を呼び覚ますには、お前に会いに行くしかなかったので、 私たちはまた山靴を履いた。三年前、お前が重装をやった八ヶ岳あまり眠れず食べられなかった百日は、最初の直頭に私の息を弾ませた。痛む胸を抱えて、あえぎながら尾根に立ち、光り輝く富士と南アルプスを前にして、常年だけにまむかってお前を呼んだ。 小玉は帰らず涙があふれた。気がつくと私の前に真紅の蝶が待っていた。蝶は後になり先になりして私のそばを見え隠れに飛び交い、追うともなしに誘われて歩き尽くすといつか雲なく岩場を越えていた。山頂には霧が巻き、 蝶は霧の中に消え、どこかでお前の笑い声がした。遠い鈴の音のように明るく透明に。どうしようもなく会いたくなったら、またきっと山に行こう。お前はそこにいる、今も。霧や雲や風や青空や優しい日差しや。 蝶や釣り鐘藻やエーデルワイスの産毛の先に光ってお前はいる <laughs> あの蝶をというチベットの山へ登る訓練訓練隊山岳会の訓練隊に入っておりまして。 女の子たちの隊列の一番後ろを、まあ、世話役として歩いてロープを肩にして歩いていたのですけど友達があのみんな捕まって最後に尾根の道に上がったというその木が最ののの娘の時に突然折れたのですでそのまま黒部4 0メートル滑落。 あの切り絵作家でありましてこの刺繍の表紙も娘の切り絵母と子という切り絵で作っております<ー>ずっと作品がある限り一緒に生きているつもりです何かあの聞いてても聞いてても胸がキュッキュッキュッキュ締め付けられるような思いで聞かせていただきましたまあ今でも 思い出すのにも大変な出来事をこうして死の朗読という形で再現していただいて本当にこれよりお礼申し上げますありがとうございましたと時間のはどうですかまだ大丈夫ですかオッケーですかそれでは少しあの先ほどお,お話ししました。 ちょっと蔵子時代の思い出話、はいね、特にまだあのお嬢様の小さい頃の思い出も雑司会と一緒にあるんじゃないかと思うちょっと申し訳ない <laughs>、うんえー、話になってしまうかもしれませんけど娘の思い出話より私自身が増子会屋育ちですので母があの昔の文学少女で。 やっぱりあの当時は結婚すると筆を夫から筆を断たれたという金子みすゞみたいなもんで七人兄弟の末っ子に生まれた私の生まれた年金子みすゞは実施しておりますそういう時代でしたね。で 母は私に子守歌と同時にたくさんの童話ことにあの目白で鈴木美栄吉が始めた赤い鳥からそしてご近所に小川美明さんが住んでらして美明さんのご長女と私の一番上の姉とが小学校同級生だったもんで赤ん坊の私を引っ張ってはしょっちゅう小川さんのうちに母は出入りしてたようですね。 で小川未明禅宗などというのも買ってくれてあの私はそういう雰囲気の中で末っ子として育ったわけですので小川未明の童話は大好きです。そそしてそののいうのは マッケレブさんというアメリカの宣教師が雑司ガヤに来てそして青年たちの教育のためにご自分の家を開放してやってらしたでもあの戦争でそこは閉じられてその宣教師たちはみんな。 追いいい出されたたり大変苦しい思いをし思をんですねあの戦争中ねキリスト教っていうのは反撃されましたから。で戦後あのその宣教士館は焼けずに残ったので私の家はもう焼けてしまいましたけど3 4月13日の空襲で焼けましたけどで私は疎開してしまって関西であと暮らしておりましたけども。 でその宣教士官をあの保存しようマンションを建てるって言われたんですけど保存しようっていう住民運動が起こってあの近所の奥さんたちの力で今保存されております。大変きれいなあの 明治時代に建ったその建物のまま修理しながら区の豊島区の所有として保存されておりますでそこに赤い鳥の復刻版というのが全部揃ってるんですよで自動室というのがあってでも皆さんあんまり読んでいらっしゃらないし自動室はとってもいい部屋なのにいつも空いてるので私は残念だと思って。 であの赤い鳥と小川未明で育った私がそこで赤い鳥と小川未明を毎月1回朗読させてくださいってボランティアの申し込みをしましてああ以来もう10年近く続いておりますでこの間300回を超えましたであのいつも5月毎年5月には小川未明の野原というこれは「 小川美名が初めて社会的な観点から童話を書いた「半戦の童話」ですね戦後の教科書には載ってましたがもう今は載せられておりません、ね、これをあの毎年必ず5月には読むことにしておりますので,です今日もここで読ませていただきたいと思います。れ読でね <laughs>、はい、それではあの3つ目の、えー、朗読ノ <laughs> ここで、えー、ご披露いいいたただきたいと思います先生じゃあよろしくお願いいたします。野原小川未明大きな国とそれよりは少し小さい国とが隣り合っていました。当座その2つの国の間には何事も起こらず平和でありました。ここは都から遠い国境であります。 そこには両方の国からただ一人ずつの兵隊が派遣されて国境を定めた石碑を守っていました大きな国の兵士は老人でありましたそうして小さな国の兵士は青年でありました二人は石碑の立っている石右と左に湾をしていました至って厳しい寂しい山でありましたそして 稀にしかその辺を旅する人影は見られなかったのです。はじめ、互いに顔を知り合わない間は、二人は敵か味方かというような感じがして、ろくろく物も,も言いませんでしたけれど、いつしか二人は仲良しになってしまいました。二人は他に話をする相手もなく、退屈であったからであります。そして春の日は長く、うららかに、 頭の上に照り輝いているからでありました。ちょうど国境のところには誰が植えたということもなく一株の野原が茂っていました。その花には朝早くからバチが飛んできて集まっていました。その心よい葉音がまだ二人の眠っているうちから夢心地に耳に聞こえました。どれも起きようか。 あんなにミツバチが来ていると二人は申し合わせたように起きました。そして外へ出ると、果たして太陽は木の小杖の上に元気よく輝いていました。二人は岩間から湧き出る清水で口をすすぎ、顔を洗いに参りますと顔を合わせました。いやあ、おはよう。いい天気でございますな。本当にいい天気です。天気がいいと。 気持ちがせいせいいします2人はそこでこんな立ち話をしました。互いに頭を上げて辺りの景色を眺めました。毎日見ている景色でも新しい感じを見るたびに心に与えるものです。青年は最初将棋の歩み方を知りませんでした。けれど同人についてそれ,それを教わりましてから、 この頃はのどかな昼頃には二人は毎日向かい合って将棋を指していました。初めのうちは老人の方がずっと強くて駒を落として指していましたが、姉妹には当たり前に指して老人が任されることもありました。この青年も老人も至っていい人でありました。二人とも正直で親切でありました。 2人は一生懸命で将棋盤の上で争っても心は打ち解けていました。いやーこれは俺の負けかいなこう逃げ続けでは苦しくてかなわない本当の戦争だったらどんなだか知れんと老人は言って大きな口を開けて洗いました。 青年はまた勝ち味があるのでうれしそうな顔つきをして一生懸命に目を輝かしながら相手の王様を追っていました小鳥は小の上で面白そうに歌っていました白いバラの花からは良い香りを送ってきました冬はやはりその国にもあったのです寒くなると老人は南の方を恋しがりました その方にはせがれや孫が住んでいました。早く暇をもらって帰りたいものだと老人は言いました。あなたがお帰りになれば知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な優しい人ならいいが敵味方というような考えを持った人だと困ります。どうかもうしばらくいてください。そのうちには春が来ますと青年は言いました。 やがて冬が去ってまた春となりましたちょうどその頃この二つの国は何かの利益問題から戦争を始めましたそうしますとこれまで毎日仲睦まじく暮らしていた二人は敵味方の間柄になったのですそれがいかにも不思議なことに思われましたさあお前さんと私は 今日から仇同士になったのだ。私はこんなに追いぼれていても少佐だから。私の首を持って行けばあなたは出世ができる。だから殺してください。と老人は言いました。これを聞くと青年は呆れた顔をして、何を言われますかどうして私とあなたとが仇同士でしょう私の敵は他になければなりません。 戦争はずっと北の方で開かれています私はそこへ行って戦います」と青年は言い残して去ってしまいました国境にはただ一人老人だけが残されました青年のいなくなった日から老人は呆然として日を送りました野原の花が咲いて蜜蜂は日が昇ると暮れる頃まで群がっています 今戦争はずっと遠くでしているのでたとえ耳を澄ましても空を眺めても鉄砲の音も聞こえなければ黒い煙の影すら見えなかったのであります老人はその日から青年の身の上を案じていました日はこうして立ちましたある日のことそこを旅人が通りました 老人は戦争についてどうなったかと尋ねました。すると旅人は小さな国が負けてその国の兵士は皆殺しになって戦争は終わったということを告げました。老人はそんなら青年も死んだのではないかと思いました。そんなことを気にかけながら 石碑の礎に腰をかけてうつむいている,いる間にいつか知らずうとうとと居眠りをしました。彼方から大勢の人の来る気配がしました。見ると一列の軍隊でありました。そして馬に乗ってそれを指揮するのはかの青年でありました。その軍隊は 極めて静粛で声一つ立てませんやがて老人の前を通るときに青年は黙礼をしてバラの花を嗅いだのでありました老人は何か物を言おうとすると目が覚めましたそれは全く夢だったのですそれから ひと月ばかりしますと野原が枯れてしまいましたその年の秋老人は南の方へ暇をもらって帰りました素晴らしい朗読ありがとうございましたこれは第一次大戦の後小川美芽が 初めて書いた社会的な童話ですねああですで私が9.11の後一、はい、人でできる平和運動はないだろうかと思ってちょうどシューの介護をしておりましたので遠くへ行くわけにいきませんそれで私の家の近くにありました宣教師官で、えー、毎月朗読をさせてくださいとお願いして子どもたちや親たちのためにずっと 朗読を続けております。あ,あ、あそうですか。今日はあの。短い時間で誠に申し訳なかったんですが。まあ、あの。小森先生の。死の世界。ちょっと覗き見させていたような。はい、とても。充実した <laughs> ひと時でした。どうもありがとう。ございましたそれほどうも、本当にありがとうございました。あの、もう一度小森先生の方に。あの、せつ、絶大な拍手でもて。 お送りしたいと思います先生どうもありがとうございましたどうもありがとうございました